スノーキーこと小手川幸也です。この動画シリーズは為替市場に大きな影響を与える材料が出た時に為替がどう動いたかというのを保存していく動画シリーズです。ということで昨日ですね、北朝鮮が核実験を行いました。水爆実験成功と北朝鮮メディアなどが伝えてですね、過去最大規模の、実験だったと。で、これが日曜日だったので、為替市場は開いていなくって、で、月曜日の朝にどうなるのかということが注目されていました。ちなみにですね、この数日前にも、ミサイル発射があったんですよ。ただもう、ここ最近、こういったミサイル発射っていうのは何度も行われてきたので、この時の為替の反応は、一時期円高方向に触れたんですけども、すぐに戻して薄かったんですよ。で、月曜日どうなるかということを注目されていました。あともう一つですね、ヤフートップに出ていたんですけども、韓国の国防省が次の弾道ミサイル発射の、兆候が見られると。でですね、土曜日にお送りしました週末恒例来週の戦略動画の中で、9月9日に、核実験があるかもしれないとお伝えしました。その理由はですね、建国記念日らしいんですよ、北朝鮮の。はい。で、9月9日、次の週に行わずに、前倒しのような形でこの9月3日にやってきたっていうことは、もしかすると9月9日に何かしらのまた動きがあるかもしれないということで、今週1週間は、ちょっと神経質な週になるかもしれません。ということで本題いきます。はい。まず、米ドル円ですね。こんな感じで窓を開けてスタートしました。私が、見ているチャートツールだと、80銭ほどの窓開けです。この後もね、何銭ほどの窓開けって出ますけども、私が見ているチャートツール、FX 会社の話です。はい。で、窓はこれ、埋めていません。はい。今ですね、夕方の5時半ぐらいなんですけども、まだ埋めていない状況です。はい。やはりちょっとね、神経質な展開になっているのかなと。で、ユーロ円がこんな感じです。はい。ユーロ円も70銭ほど窓を開けて、こちらも埋めていません。そして、A ポンド円ですね。はい。A ポンド円は、値動きが大きいので、90銭ほど窓を開けて、こちらも埋めていません。むしろですね、ここも安値更新しています。この夕方時点で。今日の安値ね。で、5ドル円ですね。こちらも、意外と大きな窓を開けて、ちょっとびっくりしたんですけども、はい、80銭ほどの、窓を開けて、埋めていません。ここもね、また安値を試しに行っている状態です。これ夕方時点で。そして、ニュージーランドドル円は60銭ほど。ただ、この通貨ペア、ニュージーランドドル円だけは窓埋め達成しています。はい、窓は一旦埋めてから、下げていっております。で、ここまでが米ドル円とクロス円なんですけども、地味にですね、ユーロドルも窓を開けているんですよ。20ピップスほどなんですけども。はい。これは、ドルが売られて、ユーロが買われてということですね。はい。チャート画像はここまでなんですけども、いつも動画をご覧いただいている皆様に、お伝えするとすればですね、先週末の米雇用統計で、ちょっと雰囲気が良くなった、雰囲気が変わり始めたところで、この、核実験での、円高トレンドですね。ちょっとね、またすぐ戻すかなと思ったんですけども、一週間どうなるかっていうことはちょっと不安ですね。私持っているポジションが、米ドル円、豪ドル円、ニュージーランドドル円のロングなので余計に心配です。はい。ということで、まだこの動画のチャート画像は、後ほどですね、ブログ記事の方でも公開したいと思いますので、よければ、そちらもご覧ください。ブログの方もスマートフォン、タブレット、パソコンのお気に入りブックマークに追加をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。